さて、Core i5-14400F を買いました。もう最初からディスっちゃいますけど、正直だいぶがっかりです。どの辺が期待外れだったのか、今ミドルスペックのゲーミング PC を買うならどの CPU を選ぶべきなのか、検証結果を踏まえてわかりやすくまとめたので、ぜひゆっくり見ていってください。まずは CPU-Z で基本的なスペックを見てみましょうか。TDP は 65W で、Pコアが6つ、Eコアが4つで、スレッド数としては16。PC ゲームで重要とされる L3 キャッシュは 20MB。今回もステッピングの異なる個体があるらしいんですけど、私が買ったこの子は B0 でした。ミドルスペックの CPU としては悪くないスペックに思えますが、3兄弟と比較してみるとこんな感じ。価格は1月11日時点のものを掲載しています。ご覧の通り、13世代からクロックがちょっと上がっただけなんです。コアやスレッド数、L3 キャッシュもそのままで、これなら14世代としてではなく、13450F みたいな名前で出せばよかったんじゃないかしら。で、この価格にも注目したくて。CPU に3万円を出せるなら、ライバルの Ryzen 5も選択肢に入ってくると思うんです。7600X って発売当初は5万円くらいしましたが、今はだいぶ値下がりして、14世代の Core i5 とほとんど変わりません。7500F の価格を載せていないのは国内だと一般流通してなくて、一部の BTO メーカーでしか搭載モデルを買えないため、アリエクで探せば普通に買えちゃうんですけどね。で、今回はこの4つで性能をガチンコ比較してみました。インテルの検証環境はご覧の通り。CPU クーラーは AK500 を使ってますが、おまけでついてくるリテールクーラーでも冷却面の問題はないですし、AK400 とか虎鉄マーク3みたいなものでも十分です。AMD の環境はこんな感じ。CPU とマザーボード、ストレージ以外はすべて同じパーツを使っています。では検証結果を見ていきましょう。まずは CPU の性能をチェックするシネベンチ。インテルは電力制限を解除。AMD はポン付け状態で計測しました。はい、マルチコアとシングルコア、どちらも13世代からほんのり上がっています。マルチコアでは 7600X を上回っていますが、シングルコアではそこそこ大きな差をつけられているのもポイントかな。次に、電力制限を設定した状態でも計測してみました。こちらも13世代と比べてちょっぴりスコアが上がっています。インテルは PL1 を 65W、PL2 を 148W に設定。12400F の MTP は 117W なんですけど、今回は 148W で揃えています。それと AMD は BIOS からエコモードを選択、TDP も 65W に設定して計測しました。12世代は 65W でもそこまでスコアが落ちていませんが、13世代と14世代では結構ガツンと落ちています。それと、シングルコアに関しては電力制限をかけてもほとんどスコアが変わらずでした。ではゲーム系のベンチマークも見ていきましょうか。7600X についてはよくわかってませんが、インテルについては BTO でも電力制限が設定された状態で販売されるものが多いと思うので、3兄弟は PL1 を 65W、PL2 を 148W に設定、AMD はエコモードの 65W に設定した状態で計測しています。また、解像度はすべてフル HD で統一しています。まずは定番の FF15 ベンチ。はい、7600X はちょっぴりスコアが落ちてますが、大きな差はありません。グラフィックが重いゲームだと、CPU の影響はあまり受けないことが多いです。いずれも評価としては非常に快適となっています。続いて FF14 ベンチ。こちらも多少の差はあるものの、誤差の範囲とも言えちゃうかな。先ほどの FF15 ベンチと同じく、評価としては全て非常に快適です。続いてサイバーパンクのベンチモードを最も重たい設定で回してみました。このゲームもあまり CPU の影響を受けないはずなんですが、13世代はちょっぴり数値が落ちてました。いずれもフル HD なら最高設定で普通に動かせます。フォルザホライゾン5も試してみました。はい、ほとんど変わらず。さっきも言いましたけど、グラフィック重視のゲームだと CPU の影響を受けづらいので、12世代でも普通に快適です。ではここからシューター系のゲームを動かしていきましょうか。検証結果をご覧いただく前に、14世代 CPU の特徴の一つ、APO という新しい最適化機能について簡単に触れておきましょう。
特定のゲームでフレームレートが伸びやすくなるという機能なんですけど、残念ながら無印や F 付きには対応しておらず、もしかして使えるんじゃねと思って一応設定をやってみたんですけど、その CPU では動かせねえよと表示が出てくるだけでした。辛い。ただこの機能、14世代だけという話だったのに、12世代や13世代の K 付き CPU でも使えるようになるみたいな話も出てきていて、インテルの迷走っぷりが伺えます。そもそも対応ゲームが少なすぎて話になりませんし、結局誰も使わないような気がしますけどね。で、APU に対応しているレインボーシックスシージを試してみた結果がこちら。ご覧の通りライゼンの圧勝です。もし APU の機能が使えたなら、この差が少しは埋まったりしたんでしょうか。続いてフォートナイト。このゲームにはベンチモードがありませんから、リプレイ機能を使って同一シーンのフレームレートを計測、CPU ごとの性能を比較してみました。まずはダイレクト X12 の最高設定から。7600X は 1% ローの数値がやけに落ちてたんですけど、平均値はほとんど変わらず。何度も言いますが、グラフィックの重い設定だと CPU の影響は受けづらいです。続いてパフォーマンスモードの競技設定。3D 解像度のみを 100% に設定して計測しています。はい、ここでもライゼンが強いです。12世代はちょっぴり数値が落ちてますけど、体感ではほとんど差を感じないと思います。これは14世代で実際にゲームを動かしている様子。平均値は300を超えていて、240固定とかにこだわらないなら快適にプレイが可能です。360Hz 以上のハイエンドモニターを使うには完全にパワー不足ですが、240Hz のモニターを使うには十分な性能じゃないでしょうか。こちらは 7600X でプレイしている様子。同じシーンを比較しているわけではないですけど、全体を通して14世代 Core i5 よりフレームレートが出ているように感じます。ただこれ、実際にプレイしてて気づいたんですが、CPU の消費電力が普通に 80W くらいまで上がってるんです。BIOS でエコモードに設定して 65W に指定したはずなんですけど、何か他にも設定しないとダメだったかしら。続いてオーバーウォッチ。フォートナイトと同じくリプレイ機能を使って、同一シーンのフレームレートを計測しました。12世代だけはちょっと数値が落ちてましたけど、大きな差はありませんでした。続いて APEX。このゲームにはベンチモードもなければリプレイ機能もないので、実際にカジュアルマッチを複数回プレイして計測。条件を統一するなら射撃訓練場での計測がベストと思いましたが、実際のマッチと数値の差が大きいように感じるのでやめました。最高設定で試したところ、多少の差はあるものの、ほぼ誤差の範囲と言えそうです。画質を落として試してみると、7600X が若干伸びやすいように感じました。立ち回りとか戦闘状況でフレームレートが大きく変動するので、厳密な比較ではないんですけどね。これは14世代で APEX をプレイしている様子。物資を漁っているだけなら上限値の300付近までフレームレートは伸びますし、大多数の方は快適にプレイできる性能だと思います。こっちは 7600X でプレイしている様子。全く同じ条件での比較ではありませんが、戦闘中のフレームレートの落ち込みが Core i5 と比べて若干控えめかな。プロレベルのガチ勢の方はともかく、体感での違いはほとんどないと思いますけどね。最後にバロラント。このゲームもスパイクラッシュを実際にプレイして、フレームレートの平均値を比較しました。はい、このゲームは明らかにライゼンの方が強いです。これは14世代でプレイしている様子。平均値は300を超えてますし、サクサク快適にプレイ可能です。こちらは 7600X。厳密な比較ではないとはいえ、明らかにフレームレートの伸び方が違いますよね。このゲームは以前からライゼンと相性が良くて、これだけフレームレートが出るなら 360Hz のモニターを検討してもいいかもです。少し気になるのが CPU 温度で、実用上の問題は特にないものの、ちょっと温度が高めかな。もともと発熱の激しい子なので、7600X をフル活用するなら 240mm の簡易水冷とか、もうちょっと強力な CPU クーラーを選んだ方がいいかもです。その点、14世代はゲーム起動中も50度前後をキープできていて、扱いやすさという点は明確なメリットと言えそうです。ということで今回は、Core i5-14400F で色々遊んでみました。がっかりした、
とお伝えした理由が伝わったでしょうか。ここからが大事なポイントなので、じっくり見てほしいです。スペックを比較しても、実際にベンチマークで性能を比較しても、結局この CPU は13世代 Core i5 のちょっぴりクロックが高くなっただけの個体、と言わざるを得ません。せめて APO に対応させるとか、何かしら14世代としての特色があればいいのに、クロックをちょっと上げて14世代としてパッケージを変えて売っているだけ、という印象です。シネベンチのスコアは上がってますし、性能が上がってるのは事実ですけど、価格差を埋められるだけのメリットがあるかというと、私はないと思います。CPU 単体で見ると数千円の差ですが、BTO だと13世代と14世代で1万円の差がついているものもあります。あくまで私個人の考えですけど、14世代搭載モデルを買うなら、13世代搭載モデルを買って、差額の1万円でゲームを買ったり、マウスなどの周辺機器を買った方が総合的な満足度は高いんじゃないかな。14世代が値下がりして、13世代とほとんど変わらない価格になれば、別に文句はありません。性能がクソだと言ってるんじゃなくて、性能は悪くないけど、わざわざ13世代より高いお金を払って買うべきものではない、と言ってるだけです。そもそもフレームレートの高さにこだわらなければ12世代でも快適にゲームは動かせます。数値で比較すれば差があると言っても、体感できるほどの差はほとんどないと思ってます。ただ12世代と13世代以降ではEコアの有無という構造的な違いがあって、ゲームはともかく動画編集とかマルチコアが活躍する用途だとそれなりに差が出てきそうな気はします。実際、ブレンダーのベンチマークではスコアにそこそこ差が出ていました。ゲーム以外の用途でも PC をフル活用するならEコアのついてる13世代、カジュアルにいろんなゲームをコスパよく楽しみたいなら、値下がりしている12世代を選んでもいいと思います。ただね、私はどちらかというとインテル派なんですけど、今はライゼンを選んだ方がいいんじゃないかな、という気がしています。BTO だと 7600X を搭載したモデルってなぜか少なくて、やけに値段も高かったりするんですが、今はだいぶマザーボードも安くなりましたし、DDR5 メモリも安いものなら1万円以下で買えるようになりました。インテルの強みは未だに DDR4 メモリが使えることで、DDR5 と比べると数千円ほどコストを抑えることが可能です。ただし、インテルは次の世代でまたソケットを変えると言われています。つまり、次のアップデートではマザーボードごと交換が必要になるということ。その点、ライゼンは少なくとも2026年までは AM5 を継続すると言われていて、8000シリーズなのか9000シリーズなのか知りませんが、BIOS の更新だけで次世代 CPU も使えることが確定しています。今回は 7600X で比較しましたけど、7600ならもっと安く買えるのも魅力。使ったことがないので詳細は不明ですが、7600なら CPU の発熱も控えめで扱いやすいんじゃないかな。7500F は以前ネクストギアやサイコムのレビューで使わせてもらいましたが、こちらも普通に優秀なミドルスペック CPU でした。ライゼンにはゲーム用途最強とも言われる 7800X3D というつよつよお兄ちゃんもいますし、長い目で見ればメリットが大きいように感じています。特にパフォーマンスモードのフォートナイトやバロラントはライゼンと相性がいいので、シューター系のゲームがメインであれば、今あえてインテルを選ぶ理由は薄いかな。AMD アレルギーの方には無理を言えませんが、インテルにこだわるにしても、1年後には出てきているであろうデスクトップ版のコアウルトラを待った方がいいんじゃないかしら。何を選ぶかは個人の自由ですけどね。パソコンって長く使うものですから、どんな用途で使うのかや先々のこともよく考えて、後悔しないように納得のいくものをじっくり選んでください。では今回の動画は以上です。ちょっとでもお役に立てたなら、高評価とコメントを残していってもらえると嬉しいです。チャンネル登録がまだの方は、ぜひ登録をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。